ドキンちゃんは寄り道しないでお家へ帰ろうとしています。帰ろう。みんな気をつけて、学校から帰るんだよ。帰ろう。ドキンちゃんはカバンを忘れてしまいました。ドキンちゃんは本当は遊んで帰りたいんだけども、寄り道したいんだけども、どうしようかな、誰かいないかなと言ってお家の方へ向かいました。そうするとドキンちゃんは工事現場の近くを通りかかった時に、見に行ってこようかなーなんて思ってたんだけども、その時工事現場のところにリーゼントの怖いお兄さんがいました。学ランを着て、バットを持って、しかも隣には古いタイヤと一斗缶が置いてあります。何かなー、怖い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 。でもその後ろには工事現場のブルドーザーのアンパンマン、ミキサー車のバイキンマン、ダンプカーのメロンパンナちゃんがいました。ドキンちゃんは怖いからスッスッスッヒューと言って通り過ぎました。みんな工事現場は危ないから気をつけるんだよ。怖いお兄さんもいるかもしれないからね。寄り道しないで帰ろうね。そうすると、あ、交番がありました。もう安心、安心です。パトカーに乗ったアンパンマンがいました。おまわりさん、今日も死亡事故ありませんね。負傷事故もありませんね。ご苦労様です。お疲れ様です。ドキンちゃんも気をつけて帰るんだよ。はーい。今アンパンマンのパトカーが出るからね、気をつけてね。アンパンマンのパトカー出るよ。出発。ドキンちゃんも乗っていきたいな。それはできません。じゃあね。プップードキンちゃんも気をつけて歩いて帰ろう。みんなも気をつけてお家に帰ってね。じゃあね、今日はここまでだよ。また見てね、バイバーイ。じゃあね。